4月27日水曜日午後7時20分過ぎです。今日の夕食はチンジャオロース、トマト、フカヒレスープ、大根のぬか漬けです。チンジャオロースにはいただいたタケノコを茹でて入れてやります。フカヒレスープは気仙沼のお土産です。